皆さんどうもピーマンド S というわけで、今回ドラゴンクエストビルダーズ実況29回目になりますよ。第1章メルキド編をプレイしていきますのでね、現在ロッシの方にバトルクエストが出てます。このクエストはおそらくゴーレムとの戦いになるんじゃないかなと私ピーマン思っているんですが、そして今回プレイしていく予定ではあったんですが、みんなちょっと待ってくれ。このね、緑の扉の地域、こっちの世界をね、まだ一通り回ってないので、今回の実況はロロンドじゃない、ロッシのクエストは一旦置いといて、こっちの地域をちょっと回っていきたいと思いますのでね、取り損ねてるアイテムだったりね、何かいたりするかもしれませんので。そしてね、爆弾岩ももっと倒していかないとダメだからね、この魔法の弾ですか。ゴーレム戦では非常に重要なアイテムになると誰かが言っていたのでね、どの住人が言っていたか完全に忘れましたがね、完全に度忘れしましたが、なのでね、今回の実況はこちらの地域をちょっと回っていきましょう。おい強いな、嘘でしょ、いじめやないけ、クソみたいないじめ、ありがとうございます。死ぬ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 、勘弁してくれ。完全に殺す気で来とんな、嘘んだろ。こんなやつに負けるとゴーレム勝てんぞお前。痛い痛い痛い、なんなのこのいじめ、ノノノ、痛い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 、完全なるいじめ、やめてやめて、死ぬ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 、めっちゃ強いじゃないですか。こんな強かったっけこいつ。あ、メガンテ来る、あ、あ、倒せ倒せ倒せ、危ない危ない、よしナイス。この爆弾の岩からこの魔法の弾が作れるからね。あー、しかし倒すの一苦労だよこれ、めっちゃ強いじゃないですか。また爆弾岩いたね。あいつらなんか群れでいるんだよな。対1ならいいんだけどね、これ2対1ともなる、確実に殺されるからね。ちょっとここスルーしていこう。うわー、バレたか、最悪バレたねー。のののの、危ない危ない危ない、キレ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 、オッケー、会心の一撃出た、ナイス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 、いいぞいいぞいいぞ、させるかそのメガンテ、バカ野郎、俺が負けるわけないだろって、よろしく。さて次お前ね、痛い痛い痛い、のののののの、よっしゃ会心の一撃ナイス、よっしゃキレ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 、オッケー、こいつも討伐完了。会心の一撃出まくりだね。おっと夜になりかけてるな、まずいまずいまずい、早く倒さないと。はいはいはい、痛い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 、普通のタックルが強すぎる。間に合い間に合い、あ、ちょっとミスった、あぶねあぶねあぶね、ちょっとでもミスったらこれもうすごいことになるからね。もう骨も残らないレベルでぐちゃぐちゃになるからね、グロい話。それだけは絶対嫌でしょ、みんなも。俺も嫌だよ本当に、骨くらい残してくれよって言いたくなるんだけどね。ほんでね、今回探索したい地域はこっちね。一通り前々回の実況で回ってみたんだけどね、こっちこっち、ほら、これ見て、森林地域があるでしょ。こっちをね、回ってないので、今回の実況はそっちを回ってね、調べていきますよ。取り損ねてるアイテムがあるならば取らないとダメなんです。わあ、オリハルコン大量にあるね。あれ取りたいけど、あれ必要なんだよな。このね、オリハルコンは魔法の弾で破壊して取らないとダメだからね。だから、あまり使いたくない。これはゴーレム戦残しておきたいんでね。今はちょっと諦めますよ。諦めの時には肝心だ。よっしゃ、上に上がっていこうか。よっしゃ、上に上がってきたけど、完全に真っ暗で何も見えねえ。やばいぞ。何も見えんぞ、これ。ああ、ああ、ああ、やばい。前が見えないというのは非常に辛い。よし、降りよう、降りよう、降りよう。この見えない中、頑張っていくよ、俺は。の、痛い。何？なんか気づかれたんだけど。何、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 なんか来てる。全く見えないからわかんねえや。このジャングル地帯を行こう。何？僕は悪いスライムだよ。悪いスライム自分から言っちゃうの？なんかいるんだけど。悪いスライムがいるらしいぞ。そんな倒さないとね。あ、のちょ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 、幽霊か幽霊か。のの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 。あぶれ。死ね、死ね。悪いスライム発見したぞ。僕は悪くないスライムだよ。いいスライムだよ的なこと言ってるのは過去のドラクエ作品にいたけどね。僕はスラタン。君の名前は？ピーマンです。ありがとう、褒めてくれた。全然悪くないや。めっちゃ褒めてくれるじゃないですか、こいつ。なんなの？とっても悪いスライムなんで、そうとは思えないけどね、クソ褒めてくれたのね。みんな俺の顔見てけなしていくんだよ。僕、人間のことが大好きで、人間と友達になりたくて。仲間たちにその話をしたら、僕は竜王様に逆らう悪いスライムだって。そんなことないよ、スライム、スラタン。それから僕みんないじめられて仲間外れにされているんだ。うわ、気をつけてピーマン、いつも僕をいじめるスライムたちが来た。なんだって？うわー、めっちゃ来たね。バカ野郎、この優しいスライムをいじめるとは何事か。めっちゃ強いじゃねえか。おいおいおい、
普通のスライムじゃねえぞこれ、ちょっと強いスライムだぞ。いいだろスラタン、泣かせろこいつだ、俺がボコボコしてやるよ、調子乗りやがって。めちゃくちゃ来たなこれ、群れじゃねえか。オラ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 、無双じゃんボケ、ゴラ全員ぶっ倒してやるぞ。オラ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 、どうしたどうした、来いよオラオラオラ。あと一体がボケ、どこに逃げるつもりじゃ。よーし、魔物の群れをやっつけたぜ。スラタンどこにいる、あこれスラタン違えよ、普通のスライムだわ、間違った。どれが本物かわかんないんだよね、 みんな似てるから区別がつかない。幽霊が邪魔だなこれ。よしいたいた、これスラタン。また幽霊いんのか、出すぎだろこれ。夜は不便だねほんと、死んでまえバカ野郎、来んじゃねえ。はいスラタン、強いですよ、自慢じゃないけどね。すごい股間のとこ思いっきり張り付いてるね。え、これで終わり。お、もしかしてスラタン来る流れのやつかこれ、マジで。いやいいよいいよいいよ、ほんとほんとほんと、イエース、マジか、スラタンが仲間になりましたよ、まさかの展開だ。うちらついてきてる、これかわいいね。こんなこともあるんだ、ドラゴンクエストビルダーズ。モンスターも仲間になるんだね。オッケー、倒していこう。おら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 、死ね死ね死ね、いたいた、スラタン助けて攻撃してよ。イエース、これはいいぞ、街行こうよ。はい、スライム連れて行こう。これみんなびっくりするんじゃないかな、住人たち。いや、ここ探索して正解だったね。気づかないまんま置いてたよ。あれ、誰もいねえ。誰も歓迎してくれねえ。町に着いた。あ、来た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 。ね、来た。仲間が増えたね。ここは町だよ。はい。そうですよ。作りましたよ。住んでいいんです。関係ないんです。人間大好きならウェルカムウェルカム。このスライムが街にいるという光景。そしててめえ何しやがる、何平然とてめえ。ピリンの部屋に入っていってんだ。お、なんか2階に登ってるぞ。2階に登ってどうすんだ、みんな高いとこ登ろうとするんだよね。え、ちょっと待って、なんか来てんですけど街に。嘘でしょ、どこだどこだどこだ。てめえこの野郎、そこにやがんのか。ぶっ殺してやる、てめえさっきからよ、調子乗りやがって。スライムも仲間になるんだね。イエース、スラタンが仲間になりましたよ。いいね、これから魔物もたくさんうちの町に来てほしいね。大好きだから。魔物ウェルカムだからね。はぁ、俺の部屋いつものように占領されてるのか。情けねえ。さーて、探索続けていこうか。もしかしたらまだまだいるかもしれないね。仲間になってくれるっていうスライムが。あいつだけかな？ただ、これ現在どこにいるんだ？あ、こっち砂漠地帯あるな。この奥あんのか？あ、ここで行き止まりか。あ、この先何もなさそうだね。これで終わりっぽいぞ、これ。何？火球が飛んできてる。どこから？なんかいた？キメラか。あっぶねえ。殺す気できとんな。完全燃やす気じゃないですか。こっちちょっと奥行ってみようか。奥でも行き止まりだよな。何もないね。こっち何もなしっすか。いやでもここに来た甲斐あったよ。あれだけでね。スラタンが仲間になっただけで。あら、今なんか気づかれたぞ。さっきから何なんだ？めっちゃ気づかれる音してんだけど。やめて、何が来てんの？何か来てるんですけど。わお、火球！誰が撃ってんだ、火球。え、これまさかスライムが撃ってんの？あ、ここのスライムちょっと強いね、他のと比べて。最初にいるのと比べて。強い強い強い。もう普通のスライム、最初にいるスライムなら一発で倒せるからね、今の武器で。ちょっと強くなってるわ。オッケー。まあ、でもこっちにはまだ道があるので、こっちちょっと行ってみようかな。ゴー。あ！なんか洞窟みたいなのあるぞ、ここ。わお！わお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 。わあ、見つけちゃった洞窟。入っていこうか。ちょ、倒そう倒そう。オッケーオッケー。え、ノノ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 。強い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 、死ぬ死ぬ死ぬ。メガネってきたな。オッケーオッケー。ゴー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 。間に合い間に合い。死ぬなよ死ぬなよ。イエス、ナイス。あっぶねえ。もう勘弁してくださいよ。なんでこんな強いの。よし、この洞窟入っていこうよ。気になる気になる。すごく気になっちゃう。気になっちゃったら止まらない。気になることはね、全部見ていくからな、俺は。この洞窟の先に一体何があるというのだ。オリハルコン発見。こっちかな。ゴー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 。探検家ですよ、今の俺は。おうおうおう、たくさん鉱石があるね。うん、こっちか。次
あれ行き止まりか。いや、まだあるね。ずっと続くぞ、この洞窟。なんかいたりしないの、洞窟の主みたいな。あ、これで行き止まりか。鉱石たくさんあるだけだ。まあ、今別に取らなくていいからね。何ね、どうした急に。ピーマン動きがバグったぞ。これで終わりか。なんかいてほしかったな。いてほしかったし、なんかあってほしかった。宝箱はね。鉱石だけね。オリハルコンはこの魔法の岩で破壊しないと取れないからね。おお、たくさんある。でもこんなたくさんあったらちょっと取っていこうかな。1個使おうよ。はい、オッケー。逃げろ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 、バカズマまた死ぬぜ。おーイエース、破壊成功。ありがとうありがとうありがとう。全部取っちゃう全部取っちゃう全部取っちゃう。いろんなもん全部取っちゃう。えいーす、すごいね、魔法の弾の威力は。当たったコッパみじんですよ。さて、じゃあそのまままた真っ直ぐ進んでいこうかな。あれ、これ夜になってんじゃねえか。あ、まだ朝だね。よかったよかった。次こっちね。もう何もないかな、これ。こっちあるか。あ、何もなさそうな感じするけどね。おー、爆弾は。やめろ、こっち来んじゃないぞ。こっちまだあんのか、道。あるね。あー、でも行き止まりだ。あ、これで終わりか。上に上がってきたが、これ大してもう何もないね。宝箱もなかったし、なんかいるわけでもないし。もう暗いから帰ろう帰ろう帰ろう。ダメだ、ダメだ。でも収穫はあったよ。うん。収穫はありました。オッケーオッケー。戻ろう。あー、いじめられる。ノノノ、死ぬ死ぬ死ぬ。やめてくれ。本格的な柿入ってきやがって、バカ野郎。リオレウスかな。死ぬ死ぬ死ぬ。いじめられる。この野郎、お前バカ野郎。俺の対決を挑んでくれたらいい度胸だな。ぶっ殺してやるよ、こうなったら。かかってこいよ。全員鶏肉にしてやる、こうなったら。おらおら、死ね死ね死ね。今の俺はかなり強いぜ。ノノノノ、死ね死ね。ノ、そんな距離で柿入ってきたら死ぬじゃん。バカじゃないの。あ、どこ落ちた俺。ノ、死ぬ死ぬ。回復回復回復。ノ、死ぬ死ぬ死ぬ。どこにいる、どこに行っちゃってんのこれ。し、とりあえず上に上がったあいつらを全部殺す。こんな俺、こんな目に合わせたんだが、タンもただでは生かさんぞ。はっ、はっ、あぶれ、いるいる、嘘でしょ。そんなとこに戦いを挑んでこないで。嘘でしょ、いじめられていじめられて死ぬ死ぬ死ぬ。死人が出るってリアルガチな話をしているんだよ。勘弁してくれ、下になんかいるし。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。カモ、死ね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 。ぶっ殺してやる、ぶっ殺してやる。全然攻撃当たんない。誰に当ててんだ俺は一体。全然当たんねえぞこれ。もうダメだ。あ、死ぬ死ぬ、やめろ死ぬ。あ、うちダメ。オーマイガー、ぶっ殺された。何このいじめ。前回もあったよね。何このいじめ、本格的ないじめ。やめろっつってんだろ。また倒れるとこ、そう分かってるよ自分が。一番死にたくて死んだわけじゃないんだよ。聞いてくれみんな。いや、このリベンジしていこう。もう、あそこにいる君ら全員滅ぼすわ、俺。こんなに胸くそ悪いの初めてだぜ。全部殺してやる。歴史からキュメラというものを全て消去してやるわ、ボケ。俺、どこで死んだんだ、これ。どこだ、どこだ、どこだ。あ、あそ、お、あ、そこで死んでんだ。あ、そこで死んでんだ。あ、ここにあったんだね。そんな近くで死んだの？知らない間、ここ戻ってきてたね。めっちゃ近くで死んでたよ。情けない話だ。もう腹立つわ、クソキメラ。逃げようとしても逃げきれないんだよね。夜はやっぱ不便だね。出歩くべきではない。マインクラフトと同じだよ、ドラゴンクエストビルダーズでもね。夜出歩くと死ぬね。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。緑のね、この扉の方の地域を探索してみたんですが、大してなくですね。いや、でもあのスライムが仲間になっただけ、いいよね。あー、まさか魔物が仲間になるとは思ってなかったからね、びっくりしたよ。次回の実況ではロッシのクエスト、バトルクエストですね。おそらくゴーレム戦になると思ってるんですが、どうでしょうか。そちらの方は次回お楽しみに。グッバイ、またおうぜ、ベイベー。